今からね食材を、市場で買っていきたいと思います。結構安いんで、見ててください。全部取っていきますね。食材も市場の様子も。市場って取っていいんかな。早速市場到着しました。ここに来た時にいきなり緊張してきて、でこうカメラをどういう角度で向けるかっていうことをずっと頭にあったんで、ちょっとあんまりこう撮ってる内容のことにちょっと気がいかなかったんですけど、しっかり撮ってきましたんで市場の様子楽しんでください。ハラミが本当に厚くて、この厚切り、これ店行ったら多分この量だったら、市場がちょっと思ったよりも人が多くて、カメラちょっと回してられなかったんですけど、今から家帰って、料理したいと思います。はっですね、見てください、これ半額1442円から半額で、結構これとかもこんな分厚い、どんぐらい入ってんのってぐらいの、これぐらい入ってます。うん、重たい。これがすごいね、お得なご飯ですよ、売ってました。でこれガンバにいた時に、あのデン、焼肉のデンがずっとお昼ご飯持ってきてたんですよ。その時に置いてた塩なんですよ。これはもう体に良さそうなんで、でこうちょっと中が染みちゃいましたね、あの肉の汁が。それじゃあ僕が今から料理作ってる間、幸せ言葉を吐いていきますね。みんなが幸せになるように。愛してます。あ、ごめんなさい、天国言葉です。愛してます、ついてる、嬉しい、楽しい、感謝してます、幸せ、ありがとう、許します。これを皆さん毎日ゆっくり言ってください。相手は、人は変わりません。なんで相手を変えようとせず、これを毎日言うようにしてください。自分のそばに出てきた人はみんな学びなんです、学びです。物事は期待しないで、これを毎日言いましょう。皆さんきっと幸せになるんだ。幸せになるっていうのは、幸せっていうのは義務な、権利じゃないんだね、義務なんだよね。もう地球が天国、あ、天国行くって、天国に行きたいなーって言うけど、地球が天国なんです。全員が楽しめることは何かっていうのを毎日考えましょう。自分が幸せになったら一人不幸が減るんです。だから自分を幸せにしてあげてください。毎日さっきの天国言葉を口に出して言うようにしてください。今日はオフなのでね、まあ毎日オフなんですけど、金麦とビール、ご褒美ってことで、最近ちょっと忙しかったから、あのご褒美、もう器はいらないということが判明したので、これからこのスタイルで行こうと思ってます。じゃあ食べます。それじゃあ天国言葉、続き、天国言葉じゃなくて
上の人間も下の人間も褒める。素敵になるのは1円もかからない。人間は魅力のある人に集まります。人間は想像できるんです。今よりちょっと素敵な人間を、素敵な自分を想像しましょう。自分のことを褒められないと他人のことも褒められないぜ。わかるかい？強ければいい時代があったんだよね、昔。で、家柄の時代が来て、次に学歴の時代が来たんだ。で、その次には、今何の時代だと思う？思うかい？人柄の時代っていうんだよ、今の時代は。恐怖を植え付けるのは罪なんだぜ。愛だと言って人の振動数を下げるのは良くないんだぜ。親がそうでも関係ないんだよ。親がね、愛だと言って人の振動数、自分の子供の振動数下げるのは違うんだよ、それは。わかるかい？何か言おうとしたの？あ、今日ね、あの姫野くん、カターレ富山の元僕 あのチームメイトのね、姫野くんと、オンラインサロンで、対談します。ちょっと僕、こうあんまりこれからのお仕事とかに現役の時のスタイルで行ってたら、ちょっとこう、まあお仕事なくなっちゃうというか、選手も安心して話せないところがあると思うんで、ちょっと本当人がこれ聞きたいなっていうのを聞いたり、あとその人とかファンの人とかがこれ聞きたいなっていうのをリサーチして、リサーチで、それであの姫野くんに聞いていきたいと思いますんで、あの姫野くんじゃなくて、あの現役の選手とかにちゃんとした質問と、あとはこうテレビでなんか聞かなさそうな、でもギリギリセーフぐらいの質問、ファンの人がこれ聞きたいだろうなとかっていう質問をしていきたいと思います。もう2日ぶりの休みだったんですけど、まあ久しぶりの休みっていうことで、家で焼肉焼いて食べてみました。料理動画っていう感じじゃないかもしれないですけど、まあまあいいかなっていうね。明日な、俺ね、明後日ね、俺金剛山行くんですよ。その時の様子もちょっと動画撮っとこうかなって思ってるんで、僕がどういう感じで山登るかっていう様子をみんなに届けられたらなって思ってます。どういう靴で金剛山登るのかな、この人。僕一回富士山登りに行った時に8合目かまで登ってったんですけど、めちゃくちゃ軽装で登ってて、飛び跳ねながら走って登ってたら本格的な人に怒られて、あのふざけてやることじゃないっていう風に怒られちゃって、まあそういう苦い思い出があるんで、ちょっとリベンジしたいなっていう気持ちがあるんで、金剛山を本当にかっちりした服装で登っていきたいなって思ってます。金剛山ってまずどこ本当今ね、ガンバ大阪ちょっとやっぱあの大変な時期かもしれないですけど、Together as One っていうことで、みんなで応援して頑張っていきましょう。それではまた皆さん。藤枝真由氏の松村幸喜くんが J リーグ初出場しました。おめでとう。